初代グロスター公、トマス・オブ・ウッド・ストックは、イングランドの王族。イングランド王エドワード三世と、王公フィリッパ・オブ・エノーの、第十三子。初代グロスター公、成人した、エドワード三世の五人の王子の一人で、エドワード・クロ、大使、クラレンス公、ライオネル・オブ・アントワープ、ランカスター公ジョイン・オブ・ゴーンと、ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリーの弟にあたる。 1355年、オックスフォードシャーのウッドストック宮殿で生まれた。すぐ上の二人の兄は溶接したが、そのうちの一人も長ガトマスだった。1376年、エレノアド・ブーンと結婚。ートの第七代ヘレフォード博兼エセックス博、ハンフェリー・ド・ブーンからエセックス博を継承した。なお、義妹のメアリー・ド・ブーンは、老いのヘンリー・ボリングブルックの妻でもある。 父が始めた百年戦争に加わり1381年にイングランドへ帰国するまでフランスを転戦、その間の1377年に22歳でバッキンガム伯を除釈される。1385年にはオーマール公を除釈されたが、同じ頃に新たに創設されたグロスター公を除釈された。グロスター公は、 おいでもある時の国王リチャード2世の側近政治を打破することを画策した有力貴族の一派、卒位派貴族の首領格だった。1386年3月に朝廷役で、兄のランカスター公がカスティーリアへ遠征に向かうと、アランデル博、リチャード・フィッツ・アラン、ウォリック博、トマス・ド・ビーチャム、ノッティンガム博、トマス・モーブレー、ボリングブルックら4人と結託して、 国王側近の初代サフォーク博、マイケル・ド・ラ・ポールを10月の議会で弾劾東国に追いやった。さらに、リチャード2世に圧力をかけて、国政主導と王の財政を監視する、常設委員会を設置させ、自らは委員長になり、主導権を握った。リチャード2世がこれに反抗する姿勢を見せ、軍勢を集め始めると、他の卒位派貴族と共に、 迎撃の用意を整え、1387年末に、ラドコット・ブリッジの戦いで、同じ国王側近のアイルランド公ロバート・ドビアーの軍に、不意打ちをかけて対象すると、リチャード二世は、ロンドン島に謹慎を余儀なくさせられ、翌1388年2月に非常議会で、アイルランド公はじめ、側近8名が、反逆罪で弾劾されると、その処刑をも認めざるを得なかった。 しかし、委員会は、スコットランドとのオッターバーンの戦いに敗北した上、弾劾の正当性に疑問の声が上がり始め、次第に窮地に陥り、1389年5月に、リチャード2世がこうした世論を背景に申請を宣言すると、委員会は廃止され、グロスターコーラ委員は解任され、11月に、カスティーリャから帰国したランカスター公の朝廷もあり、 リチャード2世と和解した。トマスの暗殺以後手足をもぎ取られたリチャード2世は、悶々とした日々を送るが、私服10年の後に、この雪辱を果たす。1396年にリチャード2世は、フランスと休戦協定を結び、フランスをシャルル6世の娘イザベラと再婚したことに、グロスターコーラ卒位派貴族が再度反発したが、 1397年7月に、リチャード二世が先手を打って自ら訴追派貴族を、ロンドンの晩さんに招き、彼らがそれを、当然のように無視すると、国王省延拒否を理由に、彼らに、大逆罪を適用したのである。モッティンガム博とボリングブルックは、リチャード二世に懐従されて訴追派貴族は分断され、アランデル博は処刑、ウォリック博は、終身刑にされた。 グロスター校は身柄を拘束され、裁判を受けるために、レーの地で拘禁されたが、間もなく何者かによって殺害された。しかし資格を差し向けたのが、リチャード二世であることは、誰の目にも明らかだったので、こうした露骨な手段で性敵を葬った国王に、対して、イングランド貴族の間で抗議の声が噴出。これが、 リチャード2世の不人気に一層白車をかけることにつながったと考えられている。エレノアの間に一難四条を設けた。トマスの死は大逆罪の審理中だったため、息子ハンフリーにはグロスター公を執着することが許されず、グロスター公は一代限りで一旦廃絶となった。ハンフリーには罰金が無ガの執着が許されたものの、その後2年足らずで死去している。 長女のアンは、有力貴族のスタッフ,フォード博エドムンド・スタッフォードに、と次、後の初代バッキンガム公ハンフリー・スタッフォードを設けた。その孫がバラ戦争の時代に、リチャード三世の攻防に大きく関わった第二代、バッキンガム公ヘンリー・スタッフォードである。トマスの紋章グロスター公として、トマスは、ボーデュアが異なる王国の紋章を使った。ABC 松村。 P288 森 P164 川北 P110 ロイル P52 森 P164P165 青山 P383P386 川北 P110P112 ロイル P53P60 森 P166 青山 P386P388 川北 P112、ロイル、P69P70、P74P76。ありがとうございます。